はいどうも、チョースです。というわけで今回もキャサリンフルボディの方をやっていきたいと思います。で、今回は、はい、前回の続きやっていきましょう。というわけで、前回はね、リンちゃんの名前もキャサリンやったっていうことで、まあ、衝撃を受けつつこのバーにまた来て飲んでるところでございます。で、またいろいろ喋りかけていきましょう。出会うか出会わないか、恋なんてそんなもんだろうな。お前らだって同窓会で再会してなきゃ付き合ってなかったんだろ。人生ってタイミングだよな。人生設計とかするだけ無駄だろ。若い頃思い描いてた未来とは全然違うしさ。確かに。そうだよな。ああ、自分じゃどうしようもないことばっかりだ。あれ、説教じじいが失いのか。俺だって人生に迷える子羊だよ。おー、それこそヴィンセントだろう。浮気2回目って完全迷子だな。そもそも浮気とか似合わねえんだよ。確かに。俺だって信じらんねえよ。それでもお前は俺なんかより全然いいやつだよ。そうなん。ジョニー何やったん。ほっとけない感じだよな、お前って。ダメなとこ丸出しだからか。丸出しじゃねえよ。丸出しならいいのかよ。メール来てる、メール来てる、メール来てるわ。写真添付っていうのを教えてもらいました。お店が始まる前にエリカさんの服着させてもらったんですよ。似合ってますか。今夜も待ってますから頑張ってくださいね。キャサリン、あれか、あのリンちゃんやな。画像、わお、かわいい。めっちゃかわいいやん。胸元もあんま開いてるし。変身しよう。意外とイケてるな。今度から来てみたらどうだ。店長の姿勢には気をつけろよな。まあこっちやろ。でもリンはピアノを弾くのが本業か。とりあえず仕事頑張れよ。 OK。 普通の文章を送りました。はい、じゃあ続けて喋っていきましょう。今時のこの恋愛はどこまでもフリーダムなんですかね。ま、俺はエリカさん一筋ですけど。聞いてねえよ。ところで先輩、一般募集始まんすよね。青函旅行の。青函旅行、5万ドルとか予想超えすぎだっつの。今の給料じゃ頭金持ってね。そんな君にいい話があるんだがね。お前の儲け話に乗るぐらいなら宝くじ買うよ。リンちゃんってピアノさえ上手ければもっと売れっ子になれると思うんすよね。まあ、あの演奏もちょっと癖になってきたんすけど。割と上手くなかった。メール来た。電話か。電話か。出ろ出ろ、どんどん出ていこう。誰。うわ、悪いキャサリンや。その声、うわって何よ。あ、そうだ、昼間町のカフェにいなかった。ヴィンセントんちから結構近いとこのさ。え、バレてるやん、バレてるやん。どっちにする。教えられないにしようか。え、いや、それはちょっと教えらんないっていうか。は？教えらんないってどういうこと？わあ、いらんことした、いらんことした。また後でね。ラッキー。ラッキー。大丈夫なのかよ。危なかった。なんやね今の。誰がどんな恋愛しようが自由っちゃ自由だが。自由よ。お前はチェックメイトってわけか。長く付き合ってきたし潮時じゃね。いや、まあな、子供とかめでたいっすね。お祝いに今日もパーッと行きましょう。イエーイ。待って、カモって言ってたし。カモにしたってよっぽど確定してなきゃ言わねえよ。まあな、男として責任取んだろ。そりゃな、もうできてしまったらそうですよ。分かってるよ。つうか何を悩んでんすか。
俺なんか早く結婚したいのに。なんならうちの親に会って結婚した頃の話とか聞いてみます。いらんわ。それ若いっていちご牛乳でも飲んで寝ろ。かわいい。あ、またそういうこと言う。でもまあ牛乳は何入れてもうまいか。よし撤回するぞトビー君。俺だってちゃんと大人の男なんすよ。何歳なのなこのトビー君。トイレ開いてっかな。開いてるよ。そういえばジョニー先輩って彼女さんの話あんましないっすよね。今の彼女とは結婚する気がないとか言ってたよな。ジョニー先輩って仕事きっちりだからプライベートもてっきり。学生の時は気のない女とは絶対に付き合わない主義だったよな。女たちからディフェンス硬すぎって言われて。ディフェンス硬すぎ。バスケかよ。うちは言わないでくださいよ。オッケー。こんばんは。怖いねんこいつらマジで。マーサに用かしら。こいつらマジで怖いよな。やることがたくさんあったら紙に書いておくのかしら。あなたってやることがたくさんあったら覚えておくのかしら。覚えとくな。一応カレンダーはつけてるけど覚えとくかな。こっちかな。きっとミスターモーガンならそう言わないわ。なんやねん。テニスコートでボールを拾ってくれたミスターモーガン。20年前アイスクリームバーで学費を貯めたミスターモーガン。何の話よ。バニラが好きなミスターモーガン。バニラにメープルシロップを垂らすのが好きな。それは美味しそう。このチーズの伸び具合、解放の時まであと5日ね。あと5日。こいつらなんか知っとんな。もうさよならの時間だわ。おやすみなさい。また明日。こいつら割と鍵になる人たちなんじゃん。帰っていったし。羊みたいな体型しとんな。また飲んでるの。キャサリン。ああ、キャサリンのスペルがちょっと違うんや。わお、ほんまや。じゃ、ちょっとずつ違う。いいね。わかりやすいわかりやすい。またストレイシープで飲んでるの？なんか、このところ毎晩じゃない？今日のお昼、腹痛がひどそうだったのにお酒を飲むわけ？体、気遣いなさいよね。あんた、もうあんた、一人の体じゃないんだから。はい、わかりました。悪かったよ。まあ、自由だろ。おう。どうした急よ。はい、よし、これで置いときましょう。あ、またおる。さっきこっち行こうか。最近店の料理の質が上がったと思わない。たまにまずいやつ出てくるの。お前作ってるだろ。ダメな自覚はあるからいいの。でね、少し前にいいお店を見つけたのよ。ちょっと個性的だけど腕は抜群の料理人がいて、せっかくだからそのお店から一部仕入れるようにしたの。食べたい時に温めるだけで OK。 前までは店長が作ってたんだけどよく腰やっちゃうから。へえ、今度は気にして食ってみるよ。マジの話、いいや聞きたいの。開始事件を引き起こしてる犯人って噂だしね。魔女。聞いてねえよ。魔女って死なないらしいわよ。魔女やもんな。そりゃいいな。年を取らないんだって。いやー、もう羨ましいわ。実際いやーってないで。年取るといろいろやばそうだもんな。やばそう。え、あ、足腰弱ったりさ。そういうことな。町のどこかに魔女が暮らしている。うん、なんかこうムラッとくる話よね。ムラッとはけえへんやろ。どう変な。どういう癖やねん。ダメね、ロマンチックが止まっててさ。エリカさんも癖強いよな割と。なあ、自分のこと忘れちまって不安だったりしないのか。一番可愛い。リンちゃんが一番可愛い。でもこうやってピアノを弾いてると気持ちが楽になるんです。そっか、ならいいんだ。
実は俺もさ、最近すげえ大事なことを忘れてる気がすんだよ。何を？思い出さなくてもいいことってあるのかもしれませんね。それはあると思うよ。おう。皆さん、好きな相手の性別って気にするんですね。好きになれば何も気にならないか。リンって心広いんだな。愛の可能性は無限大ですよ。リンと話してるといくらでも世界が広がりそうだ。壁なんて自分で勝手に作ってるだけなのかな。まあそれはあるね。じゃあこっち行きましょうか。でまずは、ああこいつら知らんな。しかも彼は女性関係にルーズでね。女同士が罵り合って葬式が中断したそうだ。あら、他人事じゃないんじゃない。こちらダニエルさんとアンナさん。ダニエルさんとアンナさん。ヴィンセントかい？ヴィンセント？知り合い？そうだけど、俺のこと知ってんの？ダニエルだよ、小学校の同級生の。ああ。マジで？そんなことある？覚えてないのか？でしょ、覚えてないよ。ヴィンセントなの？想像と。ヴィンセントのこと喋ってんの？いろいろ。いい、余計なことは。いいかヴィンセント。僕はあの頃とは違う。なんや、どの頃や。回ってた僕じゃない。今や誰もが知るコンツェルンの後継ぎさ。はあ、コンツェルンの後継ぎって言ってる羊おらんかったっけ。あれ、君の声おったよな。昨日どこおったよなって。ほらやっぱそうやん。そういえばこの再会の予感かな。それにしてもこの僕を覚えてないとは。これはあれやな、毎回あのここに来る客は多分羊で会ってるんやろな。おー、ちょっと待てな。ダニエルたちとさっき喋るわ。おかしな夢を見たんだ。うわー、これやん。ほらのベッドでお休みしたら、それかあの人のところ。あの人のところ。浮気してんなお前。おいおいおい、あ、時間進んだと。ちょっとね、風邪か鼻炎かわからないですけど、めちゃくちゃ鼻があれなんで滑舌悪いですけど許してください。出とけ出とけ。あ、お前か。昼間のことやっぱりショック。気にしてるやん。もう32歳やし、ええんちゃうのって思うけどな。そんなことないよな。うん、そんなことないって。ごめんな、なんつうか昨日聞いたこと言えなくて。まあ難しいよな。そうね、本当そう。けど私もさ、しちゃったかなって。自分で気にして電話してちゃ世話ないわね。気にしてないって。それだけ。大丈夫か。仲良くせよ、お前ら。失礼する。ああ、帰っていった。バイバイ。あなた、ジャスティン。男と女ではどちらが哀れな生き物だと思いますか。迷うな。わあ、迷うな。みんな男を、どっちもやで、これは。いやー迷うな、これ。どっちも哀れやで。両方です。でも一応まあ男が哀れな方にしといたろか。しゃあなしやで。しゃあなし。多くの人はそう言いますね。生まれ変わった男女、うん、どちらになりたいかと聞くと、回答は圧倒的に女だそうですし。嘘やろ。は滅びるなんていう学者もいますよ。これ本当です。出た、これ本当です。男性の持つ Y 染色体は、絶対男のがいいやん。X 染色体に比べて遺伝子がスカスカなので、将来的に消滅すると。男が滅びたら人類どうなるの。女性だけで子供を作って産むというシステムが発生するのでしょうね。男だって必死に生きてるのに、やはり少し哀れかもしれません。でもね、確かに私は女性の方が哀れと思ってます。バカな。お、いいぞ。食い物にされ疲れ果てて、とてもかわいそうなことをしましたよ。誰の。何したんお前。私の十字架です、ジャスティン。ほうほう、こいつもなんかしたんやろな。男も女もなく、人は皆悲しい生き物なのかもしれません。はあ、うわ、なんか来た。ああ、こいつら、お前ら、また会ったな。ちょっと待ってよ。
さっきメール確認するわ。やること多いな。うわややこしい。キャサリンからいっぱい来る。今日も一日お疲れ様ねえビンセント。今日はまだお仕事もう終わった。終わってるぜ。ああそう、会えない会えない会えないよ。じゃあな。はい、さよなら。関わってくんなお前は。もういい。少しごめん、少しきつい言い方しかしたかも。育休とかお金の話とかもちょっと一気に言い過ぎたと思うし、でも全部必要なことだからちゃんと気にしておいてよ。ああもうなんてそういうこと言うかな。今はいいやん。まあ分かった分かった分かってるよ。じゃあな、おやすみ。オッケー。兄ちゃんは大人の男の条件知ってる？何？ハーレム、ハーレムにしようか。ハーレム？やっぱり。オッケー。男ってのはな、のし上がって半人前、女をはべらして一人前さ。たくさんの女の愛を与えてこそ大人の男だぜ。どういう理屈や。愛を吸って咲くぜ。俺女嫌いなんで。俺か。俺ね。冷た。ナイス。バカ野郎。めっちゃメール来るやん。お客様の登録された記念日です。何これ。過去に登録された写真をお送りします。祝酔っ払い記念日の写真です。キャサリン。わお。懐かしいな。わお。なんかこのお姉さんキャラってあんま好きじゃないんですよね僕。どっちかっていうと妹キャラのが好きです。誰得の情報やねん。続き喋ろか。ラプンツェルなんかやってるからですよ。お前もやってるって。あの姫絶対いい女だぜ。ゲームじゃないですか。お前はあれか、実物じゃないと興奮できないたちか。いや、物によるっす。なんでこんな冷静なんこの人。めっちゃメール来るやん。お、なんか来たよ。ほなマスターに喋るか。酒で記憶なくした経験ある？おや、しでかしてしまったと。まあそう、私も若い頃ありましたと思う。特に味噌人またいだあたりはね、20代で平気だった量で急に落ちたりしちゃうからね。ああまあ年のあれもあるよね。見知らぬ人が横で寝てたり。まあ、それはないよな。ある。見知らぬ人。ない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 。それはねえよ。マッパで警察の中で目が覚めたりね。ねえよ。マスター何してたの？写真は神の作品である。誰かの言葉ですな。神の作品も前にしちゃ記憶も何もそれは飛びますよ。ま、気にせんことです。そうだな。何とも言えやんな。バイバーイ。まだ成長途中って感じですな。ひなから育っていく姿を見るのもまた一挙。これで店やめとけ。モチベーションも保てるってもんです。普段どんだけエリカに虐げられてんだよ。そろそろ帰るとしますよ。では失礼。お、じゃあねジャスティン、またね。やべえ、もうこんな時間か。早く帰んねえ。ヴィンセントも帰ろうぜ。心配かけちまうな。おい、そやで。おい、ヴィンセント。そろそろ俺たち帰るけど。おーし、帰ろう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 。よし帰ろう。俺も帰るわ。オッケーオッケー、いいよ。帰ろうぜ。ヴィンセントも帰るの？大丈夫？今日はもう帰って。大丈夫？家で一人で飲み直すよ。おせっかいかもしれない。飲み直すな。寝ろ。あまり無茶はしないでよ。サンキュー。ちょか、お前らこそ無理すんなよ。もう若くねえんだからさ。バーカ、お前だけ疲れすぎなんだよ。一緒にすんな。嘘嘘、冗談だって。じゃあまたな。
バイバイ。もう嫌やわこの音楽マジで。タバコも吸ってるしお酒も飲んでるし浮気はしてるし最低じゃないか。今までなんだお前は。ダメなんかな。まあな、そろそろ変えた方がいいかもな。頑張れ。服着ろよ。寒いやろお前。寝てしまった。そこで首痛なるぞ。誰か来た。